三国志の武将30名のみでクリアを目指す。前回武田家を滅ぼし、今回は関東を制圧していきたいと思います。まずは弱小勢力をこの辺り落としてから次を考えます。我が策で勝利をつかみます。敵将捕らえました。承知いたしました。はっ、攻め込め。ここで斎藤家を名手として曹操家の打倒を目指す反曹操連合が結成されたと。チョコ材なことを。ここは3年以内に倒す予定がないところは連合で勧誘していきましょう。大体この辺りで良いかと思います。まあ、できればもう斎藤家滅ぼしたいんですが、なかなか今は西に舞台を向ける余裕がないので、まずは関東に入っていくのを目指したいと思います。今佐竹と同盟が切れて、そしてすぐにこの古賀足利家に向かって敵が援軍を寄せてきました。ちょっとここを今すぐに倒すのは厳しそうなので、一旦引いてまた兵力整えてから関東に向かいたいと思います。ただここの勢力がこちらにすぐ攻めてくる可能性もあるので、そこだけは注意したいかなと。我が領内に敵が迫っております。さあ、噂をすれば影ということで、古賀御所に敵が攻めてきますと。いや、古賀御所だけではなく唐沢山城にも攻めてくる。出せる部隊はどんどんと出していきましょう。ちょっと一つ城を取られそうですね。これは残念ではあるものの仕方がない。我が方の城奪われました。多分プレイして初めて城を奪われたかなと。さて、有力武将を切って特性を手に入れました。諸葛亮も五詰めやってきたので、まずはこちらの方、足利、古賀足利を倒してから佐竹を倒そうかと。多分援軍にここに佐竹の部隊来るので、ここで強撃を行いつつで倒していきます。また馬超は北から向かわせましょう。我が方の城、おっと、ここでさらにちゃっかりと本田家がやってくる。ちょっと本田家まで相手にするのは辛いので、本田家は一旦和解します。無事にするな、生きるのだ。無事にするな、ここで佐竹家をガンガン今減らしたところ、城門を破壊しました。我が道を開けよ。まずこれで古賀足利家を倒し、いよいよ佐竹家を滅ぼしに行こうかと思います。今北から来た馬超もいい感じに敵の城に取り付き、もう先ほど兵力一気に減らしたことと、あとは北条家が今佐竹にちょっかい出している状況ですので、まあ、その防衛で今佐竹の守備が弱っているところ、ここら辺はどんどんと漁夫の利狙っていきましょう。交渉を始めましょう。さて、もう佐竹は
この太田城のみで終わりとなります。引き続き南から先ほどちょっかい出してきた本田家を攻めます。これはなぜか最後になってガモー家が現れましたが、まさか敵に取られるなんてことはないと思いたいですが、さてさて、まあ大丈夫ですね。太田城は自分の勢力で落としました。敵将捕獲した。このまま休まずに南下していきます。さて、いよいよ森山城に取り付きます。助立ちします。やるとしよう。この辺り、里見八犬伝のキャラクターも入っている本田家に。次は北条家攻めますので、まあ、6ヶ月ぐらいの同盟にとどめます。せっかくなので合戦やっていきます。続け。城門を破壊しました。いやー、呂布があっさりと城門突破。お任せください。さらにもう一つ突破して、もう最後の門を残すのみ。本田忠勝は今見えましたね。いやー、相変わらず強いですね、こちら本田忠勝も。ただここは娘でしたっけ、妹でしたっけ、娘ですよね。娘も一緒にいると。これで勝てるかどうか。これが戦の作法よ。兵力的にはほぼ互角ですので、これで決める。あとは敵の城門と矢倉台がどのように作用するか、まあ、それでも呂布の方がギリギリ強いかどうかといったところ。同じようにダメージ受けてる感じですが、本田忠勝はあっさりと呂布に倒されると。まあそれ以外にも続々と直の武将が荒ぶってますけど、後ろの方で前で荒ぶらずに後ろで荒ぶってるというのがまた印象ですね。全ては呂布にやらせて、はい、本田忠勝といえども三国志の武将には勝つことはできませんでした。あ、今孫策がちゃっかりと立山間の方を包囲してますね。自分でも忘れるくらいさりげなく訪れてましたけど、立山城を孫策が落としました。でこれで本田家が滅びましたと。これはもうこの中に入れちゃいましょうか。でこれらの武将も当然処断。小松姫が姫武者持ってますので、また自軍が強くなります。誰に与えればいいのか迷いますけど、では捕らえた武将をさらに処断します。稲新兵衛姫武者持ってますので、おっと里見伏せも
姫武者、この辺りは里見八犬伝の武将ですが、またさらに2つ姫武者を手に入れる。おっと、ここで斎藤家を攻め滅ぼそうとしているので、この隙に我々も斎藤家を目指しましょう。次、北条家を狙う予定でしたが、北条とはすぐ攻める予定でしたので同盟結ぶ予定はなかったのですが、先に斎藤家今進んでますので、もう少しだけ北条とは同盟結んだ状態で行こうかと。敵を追い詰めろ。飯田城を落としで、ちょうど岩村城に防衛部隊が向かってくれたので、ここは織田のものにはならないのかなと。なのでその後奪いたいと思います。攻め込め。敵将捕らえました。稲葉山城は欲しいんですが、どうなるか。なんとか割り込めないかということで、援軍要請で織田にやりたいのですが、出陣できないという話になりましたので、もう少し様子を見ます。ダメですね、援軍要請はできない。稲葉山城は今包囲が解けてる状況なので、もう少し待ちましょう。そして事態が変化すれば良いのですが、ここで援軍要請できる。ただ今すでに3名入ってしまったので、ここ割り込めるかどうか。ちょっと割り込めないかな。ご命令を。先月の収支です。報告します。でも今腰病量ゼロの人がいるので、この辺りが撤退してくれれば割り込めそうです。信秀が来てしまったので、入れ替わりに信秀が入ってしまった。捕獲した。負ける気がしないな。もう一人腰病老減ってる人がいるので、ゼロの人がいるので、この辺りが退却してくれれば。あと大垣城が今フリーになったので、この南の方位が終わったら命にするな。生きるのだ。大垣城も行きましょう。捕獲した。南2つは一気に終わりました。承知いたしました。は。あとはこの斎藤義辰が稲葉山に向かって敵の方位を解いてくれれば、敵というか織田の方位を解いてくれれば割り込めます。なんとか取り付いてくれたので、とはいえあっさりと追い払われてるような状況。今なんとか入り込めた。これで落とせば稲葉山城は我々の手に落ちるはずです。なんとか稲葉山城はこちらの手になりました。打ち取ったり。ご命令よ。先月の収支です。報告いたす。あとは岩村城を落として斎藤家、こちらに対して連合を仕掛けてきた憎き勢力を倒し終えることになります。報告いたす。北条家はもうあと6ヶ月で良いでしょう。敵城門突破しました。これで岩村城落とし、斎藤道三、こちらに連合を仕掛けてきた愚かな勢力がお亡くなりになりました。でこれで金銭兵糧
木材、鉄、大量に手に入りましたので、敵将、もうこの後内政関連は楽になるのかなと。曹操は稲葉山城に入れます。敵が我が領内に向かっております。何、入ったと同時に攻めてくるのか。いやもういい加減に北条を攻めたいので、ここは和解してしまいます。ちょっと無粋ですけどね。相手にするほどの価値はないということで。さて、斎藤道三、機長など有力な武将もいよいよ処断することになります。以前苦しめられた三浦安人もここにいますね。さまざまな特性を与えていきましょう。剣豪は前線に出ていく武将。ここは加工トンあたりに与えましょうと思いましたが、加工トンはどこにいるか。ここですね。で、姫武者、いやー悩ましいところですが、まあ、ここは素直に女性武将に与えましょう。さすがに孔明や芝居のような変態は他にはいなかったということで。ただ一つ余るのかな。じゃあここは加工トンあたりに助走してもらいましょう。姫武者を習得したか。我が師から天下に示さん。何を言ってるんだかよく分かりませんが。まあ、せっかくなので最後ここに徳川が一人残ってましたので、これを倒しておこうかなと。他に倒されるよりは良いでしょう。我々に倒された方が。なんとか周瑜がたどり着くかどうかといったところ。ちょうど今回戦明治に出ましたね。これはもう外で終わらせましょう。徳川は敵を追い詰めろ。お助けいたします。城門を破壊しました。我が策で勝利を掴みます。徳川はあっさりと亡くなりましたね。戻ります。騎乗するぞ。では戻った後にいよいよ北条攻めをしたいと思います。表情を始めます。我が領内に敵が。いやーまあそりゃそうだよね。ちょうど今北条の同盟が切れたところですので、北条が攻めてきます。これ山城だったらいくらでも守りようがあるんですが、山城ではないならば、この辺り北の部隊いなくなったら、こちらも北の方から攻めていこうかなと。援軍要請は呼べないですね。全く距離が足らない。まあ、関宿とかにも部隊を向けてきているので、岩槻この辺りも守らないといけない。まずは孫権でも向かわせましょう。いくつかの拠点は奪われそうです。この辺りが少人数プレイの辛いところ。待機せよ。お助けいたします。これは城の上で戦わずに。攻撃されないように一旦外に出てから戦います。囲まれました。我が方の城包囲されました。厄介だなこれは。ただお城はこちら側から攻めれば、助け出しします。そうですね、
うまく忍城の包囲は解かれました。そして孫権には張角がいて防身持ってるので、今続々と敵部隊を追い払ってる状況。立山はちょっと今強撃になってたので一旦中に入って、それから出て角度を変えたいと思います。ああ、富士吉田にも部隊来てるんですね。立山は一旦出て、必ずや勝つ。そして戻ってくる。ただこれは倒せないともう逃げ場がない。孫策の逃げ場はなくなると。もう破れ、出陣する。まあ今富士吉田が奪われた。かしこまりました。で張飛は強敵になったので、一方からダメージを与えるようにして、で今関羽がいるので、承知いたしました。ここは攻めてこないですね。ならば東側に向かわせます。敵に城を奪われました。今はどこが奪われたか、ここですね。と今回はこの辺りで終えようかと思います。今朝倉とも同盟関係が切れてるので、まあ、同盟というか停戦関係切れてるので、これまた攻めてくる可能性もある。そして北条のこの攻めをどのようにしのぐのかといったあたりを次回以降ご覧ください。今現在このような形になっております。それではまた次回の解き明かしご覧いただけたら幸いです。